いよいよこいつの登場でございます。春作業開始でございます。50センチは入っているとは思うんですけど、なんかね重たいね。ここだけね乾きがいいんですよ。爪を秋入れろっていうのは正しいのかもしれません。2024年4月の15日になりました。大和くん、今朝もあったかいね。畑がね、昨日もね気温が上がってどんどん乾いてる感じで、もうこれ今日なら朝から畑に入って仕事ができそうな雰囲気でございます。乾いております。ということで、じゃじゃーん、いよいよこいつの登場でございます。クオタ M717 プレミアムでございます。はい、これからねもう早速ここ家の前ビート畑になるんですけど、ちょっと爪入れてみたいなと思っているところでございます。どんな感じになるんでしょうかね。皆さん作業してるんでしょうか。ちょっとよくわかんないですけど、ちょっと私試しで今入れてみたいと思います。ハーフソイラーね、昨夜のうちにつけておきました。それではちょっとやってみるから、大和くん、あなた餌食べて休んでてください。はい、それでは早速エンジンをかけてみましょう。はい、エンジン無事かかりました。でもって GPS ですね、ペット、はい、電源入れて、でもって補正データの電源も入れて、 GFX の750に補正データを送ります。はい、 Bluetooth つながりました。スマホね、これ最近私ペタッとこのくっつくやつ、マグフェイスでしたっけね、これね、大変便利なもんでございます。これペタッとくっつくんですね、これ。それでは始めたいと思います。畑に向かいます。つってももう目の前が畑ですからね。作業機の幅、あ、なってるね。作業一応全部消しときますか。削除して新規にして戻って開始でございます。で、補助角度は203-89にアクセプトをして、でもて4区入れて、デフロックもオートにしますか。移動中はねこのサスペンションはオートにするんですけど、爪入れるときは動くらしいんで、サスペンションはロックにしておきます。それでは入っちゃいますよ、作業。さあ、どんな感じでしょうか。はい、ピッと自動操舵にして、で作業を記憶させないとダメでした。そういえばどうやってやるんだとかもう忘れておりますが、これだ。どんな作業をするか記憶するんだよね。それでは作業を記憶させます。油圧下げて回転上げると、これだけでございます。で、次2番、はい、2番は油圧上げてエンジンを下げると、はい、これだけでございます。録画完了です。それでは始めましょう。1番をペットして、ギアは B にしておきますか。まず B の1から、はい、よーい、スタート。いよいよ作業開始でございます。はい、 Bの2、はい、B の3、はい、いい感じでかかっております。いよいよ春作業開始でございます。畑ちょっと様子見ながら進めたいと思います。はい、ややね畑がこうね朝のうちは濡れてるように見えるんですけど、水分たっぷりあるんでしょうかね。昨日の夕方も真っ白く乾いておりましたが、はまることなく順調に作業できております。順調にかけておりますが、なんかね重たいね。なんか重たがってる感じがあります。今日でギリギリっていう感じがいたします。はい、時速ね7キロぐらいですね、かけております。結構ね重たがるんだよね。枕のちょっと濡れたようなとこ行くとうーって感じになります。 M7 で重たがるんですから相当な感じだと思います。多分しばれはね入ってないような気はするんですけど、枕行くとなんか怪しげです。はい、枕はただ単に硬いだけなんでしょうね。はい、枕ついたんで油圧上げますと、はい、何センチぐらい入ってるんですかね。50センチは入ってるとは思うんですけど、まあ土は凍ってる感じじゃないけど、ちょっと湿った感じしますね。雨の予報もあるんでね、どんだけ降るか分かんないんですけど、雨前に入れといた方がいいのかなっちゅう気がしておりますんで、頑張ってやりたいと思います。それでは旋回しましょう。小麦真っ青ね、もうボーボー。追肥はちょっと我が家はいらない感じなのかな。やる人はもうやってるんですけどね、ちょっと私はいいのかなっちゅう感じでございます。はい、1番押してエンジン回転上がって油圧が下がってスタート。まあ雪解け後ですからね、やっぱ重たいのは重たいのかなっていう感じです。今日中に終わるのかね、ちょっと終わらないようなわからない感じですが、頑張ってやりたいと思います。
順調にかけておりますが、ここでちょっと日陰で雪が溜まってた場所なんですけど、まあ、なんとか走れてますわね。凍ってはいないんじゃないかなっていう感じです。展開します。だいたいね、満開に回してハウスウェラー3回分が間に空く感じです。はい、ピッピと。ここはね、木の枝拾いした場所です。畑の枝が綺麗になくなっております。会長にかけております。ということで、畑のね、端まで来ました。ここね、去年ねハーフソイラー入れた場所なんですけど、入れなくていいのかね、わかんないですけど、こんな感じです。入れなくていいんでしょうか。ついでに入れちゃってます。一丁ボタンぐらいかね、かけてあるの。なんかね、ここだけね乾きがいいんですよ。秋に入れといたところが極端に乾いてる。やっぱ秋にね入れた方がいいんでしょうかね。ギア一つ上げてみるかい。軽いだろうか。あ、軽いね、やっぱり。ギア一つ早くできまーす。ハウスウェラーを秋に入れてみたところは、ほこりがすごいですよね。ボーボーと、うわーっと上がっております。やっぱ乾くんだな。爪を秋入れろっていうのは正しいのかもしれません。いい天気でございます、本日も。どん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 春の仕事が始まりつつあるという感じでございます。ということで、午後3時をちょっと過ぎました。もう向こう着いてね、短い頭かけたら終了でございます。この後はねロータリーで一発でやってもいいんでしょうけど、ちょっとね落ち着かせたいというか、ちょっとねハンドル取られちゃうんね、カゴがついてないんで。それでね、パラソイラとディスクハロ、それでもう一回かけたいなと考えております。フロントはねレム圏ねつけた方がいいのかね。やっぱりこう抑え込むから低地には向いてるような。ちょっと今回レム圏つけてみましょうかということで、はい、とりあえずですねハーフソイラでのビート予定値だいたい9兆ぐらいです。もう少しで終わります。ということで、どうもお疲れ様でした。